わかりますこれ。モバイルバッテリーなんだけど、今見たこれ。はい。もう一回やるよ。はい。マグセーフ対応のモバイルバッテリーです。これいいよ。あのこの商品自体は、商品名もちょっと今知らないけど、このね、この個体に関してはすごくクオリティが低いです何かというと、もう開けた瞬間に汚れてるし、この辺がねちょっと黒い線が入ってたりとか、あとケース付きの iPhone につけたら、なんか剥がしたらすごい黒い跡がつくっていう、なんかねすごいめちゃくちゃ汚い、ね、めちゃくちゃ工場に揉まれて出荷されたまんまでお届けされたんだけど、まあ、これ自体のクオリティはすごい低いです。あのね、これスタンドもついてんだけど、スタンドもなんかあのナイスタックみたいな両面テープ、薄い両面テープで貼られてて、3M でお願いしたいんですけど、まあまあまあ、あのマグネットでくっつくマグセーフ規格で充電できる、モバイルバッテリー、はい、ちゃんとマグセーフ対応ですね。まあ、両面テープはねちょっと貼り替えた方がいいですけど、こういうこともできるし。でね、これやりたい人でしょ。これねできるかどうか。さっきできたんだけど、ちょっとあまりにも両面テープが弱すぎてモリモリって今倒れちゃったけど、いけたのよさっきは。だからこのメーカーのこの個体に関してはすごくクオリティが低いですけど、なんでそんなものを紹介するかっていうと、このアイデアがやっぱいいですよね。マグセーフ対応でモバイルバッテリーですと。でね、これね、ただマグセーフ対応のモバイルバッテリーだけだったら紹介する話じゃないんですけど、これね、そこ見て、そこポートがね2つついてるんですよ。どっちだっけ、あ、ここ書いてある。こっちにライトニングがついてて、こっちに USB-C がついてる。ライトニングと USB-C どっちでも給電充電ができる。こいつの充電もできるし、iPhone に貼り付けながら、こいつ充電しながらこっちに iPhone に給電ってこともできる。で、何がそんなに嬉しいかっていうと、だって俺今までモバイルバッテリー持つじゃん。で USB Type-C、C2C のケーブル持つじゃん。で iPhone 充電するために C2 ライトニングを持ってたの。なぜなら iPhone だけライトニングだから。 iPhone だけだよ、 iPhone だけなの本当に、ずっとライトニングだから、そのためにこれを持ってかなきゃいけなかったんだけど、これね、これがあることによって何が起こるかっていうと、まずこれモバイルバッテリーなんで、このモバイルバッテリーいらないですよね。で貼り付けると、これね Type-C 刺さるんですよ、ここに。ほら、あ、こっちライトニング、こっち、ほら、で充電してるでしょ。でここランプつくと無線充電中だから、無線充電してるし、このバッテリーも多分今充電中かな。だから iPhone にType-C が刺さるようになる。で荷物減ってるからね、これいらないから、これ持ってかなくていいから。だからこれとこれだけ持ってけばいいのよ。このセット持ってってた男がこれだけ持ってくようになるっていう、荷物減ったんですよ。で俺今日午前中マグセーフデュオを紹介したけど、あれはさ荷物減らないんですよね、いいかな、実は。なぜならマグセーフデュオのポートがライトニングだからType-C だったらよかったんだけど、これ、ね、荷物減るんですよ。これ良くない？まあこれ自体のクオリティは低いけど、一発目にこのアイデアで出た商品としてはめちゃくちゃねいいなって思ってしまった。なんか軽いし、5000mAh です。でちょっとねバッテリーとしては最近は1万 mAh が多いから、まあちょっと少なめなんですけど、でもまあそんなに日帰りで使う分には全然5000円ぐらいあればいいですよね。持ち心地は悪くないです。あのこれケースつけながら、これマグセーフの電気は一応通すけど、そのケース自体マグネットが入ってないっていうケースなんですよね。でその上からつけるとちょっとねこうブレがあるんだけど、これね裸でつけると結構しっかりくっつくんだよね、うん、結構力入れないと剥がれないぐらいしっかりくっつくから、すごく安定感ありますね。だからあとはこのスタンドがちゃんと両面テープをしっかりしてもらって、でこうやって使えたらいいよね。で
で多分これからこういうモバイルバッテリーいっぱい出てくると思うんだけど、ちょっと願わくばこのポートをそこじゃなくてこの横とかにしてほしい。なぜならこの状態でこう充電したいから、こうとかね、こうとか、これ可能性あるよね。だからやっとマグセーフの偉大さに気づきましたね。これはいいわ。これで使えるんだったら、だって iPhone が USB-C 対応するんだから、やっとこれで。苦しいけどね、いろいろこれを USB-C 対応というのはいろいろ苦しいところもあるんだけど、でもこのガジェットオタクがどうせモバイルバッテリー持ってるでしょっていうところをうまくついた感じのマグセーフ対応モバイルバッテリーでした。まあ、ちょっとクオリティは低いですが、気になったら買ってください。あのすでに僕らが見た時はまだこれしかなかったんですけど、すでにいくつかマグセーフ対応バッテリー出始めてるんで、ちょっとチェックしてみてください。さよなら。あと登録者の話もちょっと。ああそうだ、チャンネル登録者数現在、9万4200人で、あと5800人で10万人ですか。10万人でございます。でギズモード、年内10万人を、目標としておりまして、年度内13万人ですかねを目標にしています。で今の登録者数の増え方だと年内10万人が大変難しいという状況になっておりまして、この場を借りてお願いをさせていただきたいんですが、普段よくギズモードチャンネル見てるよって人もよく見てください。ギズモードの動画、僕の動画が流れてる下の方にチャンネル登録ってボタンがあるんですが、そこを押されてるかどうかちょっと今一度ご確認ください。あの普段多分ホームとかからYouTube アプリのホームタブで見るとさ、よく見てるチャンネルだけどチャンネル登録してないのも出てくるじゃん。そこでギズモード見てる可能性皆さんあります。なのでちゃんとチャンネル登録のタ登録チャンネルかなのタブで見るとギズモード出てこないんじゃないですか、もしかしたら今見てる皆さん。そういう方はチャンネル登録ボタン押してないので、ぜひねポチッと押すだけなんで、ぜひお願いします。